福岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは泥棒猫がまぐちです。猫ちゃんの部分刺繍されてます。大きいのが3点と小さいのが1点ご紹介していきます。まずは大きさの比較からです。小さながまぐちは間違いないペタンコタイプ、そして大きながまぐちは底部分ちょっと間違ってふっくらします。まずは大きながまぐち、こちらの茶トラからご紹介していきます。形は同じなのでこちらで詳しくご紹介します。茶トラの猫ちゃん、お顔アップで撮影します。細かく丁寧に刺繍されています。金具の部分にはストラップなどを付け足しできる箇所があります。迷子にならないように紐をつけても良いです。そしてリボンの下に鈴、後ろは唐草模様の生地です。お耳が可愛いポーチです。内側の生地は同じです。キルティング生地になっているのでしっかりした感じです。中身を入れるとふっくらした感じです。刺繍の面をアップで撮影していきます。こちらサバトラちゃん、茶白のトラ猫です。小さなガマグチは黒猫、こちらも鈴がついています。間違いなくてペタンとした感じです。後ろからと内側は同じ生地です。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またノロペコでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はノロペコで検索していただいてお店のホームページをご覧ください。 You can now order from an overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop https://min.com/@noropeco.com